私たちがこの研究を始めたきっかけは、日用品の商品の多くにはシールがついています。このようにうまく剥がれる場合とビリビリになってしまう場合があります。身近でよく使うガムテープはロッカーなどにはよくくっつきます。ですが T シャツなどの布ではくっつきが弱く簡単に剥がれます。壁にプリントを貼ったりするのによく使うセロハンテープは最初は剥がれにくいですが、一回剥がすとくっつきにくくなります。くっつくものとくっつきにくいものの違いは何か、剥がしたものはなぜくっつきにくくなるのか解明するために観察や実験を行いました。ものの違いによる粘着力を調べました。1平方センチメートルあたりの粘着力を調べるための器具を作りました。アクリル板に器具をくっつけ、バネばかりで垂直に引きます。剥がれた瞬間のバネばかりの値を粘着力として求めました。木材、紙、砥石、布、ティッシュ、ガラスなど身の回りにあるもの20種類を調べました。測定を3回行い、その平均を粘着力としました。アクリル板は 1133g、 木材は 423g、 上質紙は 807g、 木綿の布は 503g、 砥石は 1560g でした。測定値をグラフにするとこのようになりました。砥石が最も大きく、アクリル板、アルミ板は約 1000g、 布や木材は 500g と小さいです。セロハンテープはガムテープよりも粘着力が大きいですが、傾向はほぼ同じです。紙シールは砥石の値が小さいですが、ほぼ同じ傾向です。付箋はセロテープなどに比べると半分ほどの粘着力になっています。粘着力の違いはどこから来るのか、くっつけたものの表面構造を観察しました。顕微鏡で見たものをパソコンの画面に映し、細部をスケッチしました。アクリル板は凹凸がなくツルツルなので粘着面が全面くっつきます。アルミ板、砥石、工作用紙、上質紙は浅い傷や溝が全面に入っているので粘着物が溝に入り込みくっつきやすくなります。布や木は凹凸が大きいので接着部の面積が小さく粘着力が小さくなります。実際の接着部を観察するために薄い切断面をカミソリで切り取り、プレパラートを作りました。顕微鏡で観察すると細かい凹凸部に粘着物が入り込んでいるのが分かります。木材とガムテープでは凹凸が大きく入り込んでいません。1回くっつけたものを2回3回と貼ると粘着力が落ちます。その原因を調べる実験を行いました。くっつけては剥がし、くっつけては剥がしを繰り返し測定しました。10回目までは1回ごとに測定し、そこから100回目までは10回ごとに測定します。同じことを3回実験し、その平均値を粘着力の値としました。粘着力は2回目で急激に落ち、5回目以降は粘着力の変化はあまりありません。それ以降50回、100回やってもあまり変化はありませんでした。上質紙でも3回目までは急激に落ちますが、それ以降はあまり変化はありません。下敷き、アルミ板、工作用紙、パネルも同じような変化を示します。
紙にくっつけた後のガムテープの表面を顕微鏡で観察すると、剥がれた紙の繊維が付着しています。4回目以降は粘着力が落ちているため、それ以上の繊維の付着はありません。粘着力の変化はこの繊維の付着が原因です。ガラスやアクリル板などではどうでしょうか。1回くっつけると粘着面が波打っています。3回目以降はあまり変化しません。粘着力の変化は粘着面が波打つことで接着面積が減ることが原因です。付箋の粘着力はアクリル板、アルミ板、紙類、木材、どれも1回目から何回繰り返しても変化しません。付箋の粘着面を拡大して観察すると、粘着物が全面ではなく天井に分布しています。この状態はセロテープやガムテープの粘着面が波打っている状態と似ています。ガムテープと木材、木綿の布では粘着力はあまり変化しません。発泡スチロール、ティッシュでは2回目から粘着力がすぐゼロになっています。木材、布では凹凸が大きく接着面が少ないため、粘着面が乱れることなく粘着力が一定になります。ティッシュ、発泡スチロールでは表面構造がほぼ同じです。このことから粘着力の大きさは物質の表面構造に起因していることがわかります。表面構造が似ていると粘着力とその変化は同じような傾向を示します。砥石でセロテープの粘着力を調べると、砥石にセロテープの粘着物が付着しました。これはセロハンと粘着物の結合力よりも粘着力の方が大きかったため、粘着物が砥石側に付着したと考えられます。ガラスなどにくっつけた紙シールを剥がすと、このように紙シールが破けて残ってしまうことがあります。これは紙の結合力よりも粘着力の方が大きかったため、紙が破け残ってしまったと考えられます。3つの力の関係がこのようになると、シールはきれいに剥がれます。紙繊維の結合力よりも粘着力が大きいとビリビリに破けてしまいます。セロハンと粘着物の接合力よりも粘着力の方が大きいと粘着物が残ってしまいます。紙シールの強度よりも粘着力の方が大きいと紙シールが破けてしまいます。ティッシュの繊維の結合力よりも粘着力の方がはるかに大きいため、簡単に破けてしまいます。教室などの壁にプリントなどを貼った後のセロハンテープの跡がよく残っています。セロハンテープを壁に貼っておくと、日数とともに粘着物が硬化し粘着力が大きくなります。そのため貼りっぱなしになっていたセロハンテープは、セロハンとの接合力よりも壁との粘着力の方が大きくなってしまい、粘着物が汚く残ってしまうのです。シールの裏紙を顕微鏡で観察すると、椿の葉の表面に似ていることに気がつきました。測ってみると粘着力は約 200g と小さい値でした。このように表面構造が似ていると粘着力も同じような値になることが確認できました。表面構造から粘着力を予想することもできます。粘着の研究をする中で、日常でよく使うしゃもじの凹凸が粘着力を小さくするためのものだとよく分かりました。地道な実験の繰り返しでしたが、その中から新しい発見があり、研究の面白さを知ることができました。